皆さんこんにちは。クリオリティの記者会見を始めます。はじめに市長からご挨拶を申し上げます。はい、おととい開催されました長野オリンピック・パラリンピックの20周年記念式典でございますけれども、多くの市民の皆様のご参加をいただきまして、盛大に開催することができますことをお呼び申し上げていただきます。また、先月24日には、市内小中小学校の代表54名の児童が東京で行いました、平昌オリンピック日本選手団壮行会に参加いたします。選手たちと直接取材とともに長野から参加していることも大きく取り上げたわけでございます。これらも20周年事業を通じまして、長野オリンピック・パラリンピックを知らない子どもたちへオリンピックムーブメントが浸透するとともに、2020年の東京五輪パラリンピックの機運醸成が図られるものと考えております。今後とも長野オリンピック・パラリンピックの開催により得られた運動向けのレガシーを長野市の宝として将来に引き継いでいきたいというふうに考えております。長野市議会定例会でございますが、2月23日金曜日に招集をさせていただく予定で準備を進めておりますので、さて、先月10日から実施してまいりました平成30年度当初予算の基調査定が終了いたしました。1月30日に予算を確定をいたしました。予算編成にあたりましては、第5次長野市総合計画前期基本計画において分野横断的に取り組みます計画推進重点テーマであります魅力ある地域づくり、意味合いのある町づくり、価値のある町づくりに予算を重点的に配分することを基本といたしまして、公約であります私の政策に伺いました。守る、育てる、つなぐの三本柱にかかる施策、事業を進めるための予算といたしたわけであります。また、事務所の見直しによるスクラップアンドビルドやサンセット化による徹底も図ってまいりました。最初の経費で、最小の経費で、最大の効果があるよう、効率的、効果的に財源を配分をいたしました。選択と集中によるメリハリのある予算編成を行ったところであります。現在予算関係資料が策定中であるわけでございますが、後日改めて記者の皆様には新年度予算の概要について説明させていただきますのでよろしくお願いいたします。さて、1月26日には連合長野、長野地域協議会の森田議長ほか労働組合の代表の皆さんと懇談を行ったわけでございます。懇談の中で、市内の高校を卒業して県外の大学へ進学した若者や都会の若者が長野で就職したいと思っていただけるよう、労働界と行政が力を合わせて、経済界を含めて長野の仕事の魅力を高めるための努力をしていくためことを確認をしたところでございます。今後もカムバックトゥ長野を合言葉に安定的で魅力的な食の確保をはじめ、若者が長野へ帰ってきたくなるような長野市魅力アップに向けて一緒に取り組みを進めてまいりたいと考えております。明日から12日まで本市の冬の風物詩として定着してまいりました長野東京灯明祭りが開催されるわけであります。15回を迎えまして、本年度のテーマを未来へつなぐ平和の明かりといたしまして、毎年好評の善光寺五色のライトアップ夢明かりへ展に加えまして、今回は長野オリンピック・パラリンピック20周年記念の一環といたしまして、メモリアルイベントを実施するほか、灯明バル夢演奏会、リアル謎解きゲームなど、また高専の生徒によります善光寺共造のプロジェクトマッピングも加わりまして、さまざまな世代の皆さんが楽しめるイベントが多数企画しておるわけでございます。記者の皆様はじめ多くの市民の皆様にもご参加いただきたいと思っております。いよいよ2月9日からは平昌オリンピックが開幕をいたします。長野大会から20年を経ちまして、当時思い起こしますと大変感慨深いものがあるわけでございますけれども、
20年ぶりのアジアでの開幕でありまして、日本とは時差がありませんので、日本選手の活躍をリアルタイムで応援したいと思っております。日本選手団には、前回のソチ大会のメダル数8個を上回るメダルラッシュを期待するとともに、選手一人一人が悪意のないよう、血のにじむような努力の成果を遺憾なく発揮してもらいたいと思っております。特にメダルの期待にかかりますスピードスケートの小平奈緒選手をはじめといたしまして、長野市関係者も大勢出場いたしますので、活躍を大いに期待したいと思っております。私の方からは以上でございます。はい、それでは説明に移ります。本日の説明項目はお手元の次第の通り3件です。まず1件目から、長野市第3次住宅マスタープランを決定しました。住宅課から説明いたします。住宅課係長のホヤです。私から長野市第3次住宅マスタープランについて説明をさせていただきます。お手元の資料も合わせてご覧いただきながらお願いいたします。住宅マスタープランにつきましては、市民の住生活の安定確保及び向上に関する施策を総合的計画的に推進するためのものです。この度策定いたしました第3次住宅マスタープランにつきましては、第2次住宅マスタープラン後期計画の期間も満了に伴い、今後10年間の長野市の住宅施策の基本的な方向性を示すものとしております。プランの策定にあたりましては、平成28年7月に長野市住宅対策審議会に諮問し、審議を重ねていただきました。昨年11月に実施したパブリックコメントの結果も踏まえまして、本年1月9日に住宅対策審議会より答申をいただき、先日1月31日の部長会議で第3次住宅マスタープランの決定をいたしましたので、本日公表させていただいているということでございます。資料の方でですね、パブリックコメントの結果についてなんですけれども、概要についてはお手元の資料、添付させていただいたカラーの方に記載させていただいてあるんですけれども、内容としましては、公営住宅の建て替えに関するご提案を1件いただいております。ただ住宅マスタープランにつきましては、ちょっと先にもちょっと申し上げましたけれども、住宅施策の基本的な方向性を示すものでありまして、いただいたご提案につきましては、公営住宅の建て替えについてのより具体的な内容のものでしたので、今回プランの修正は行いません。で、実施計画の中でこのいただいたご提案について検討または参考にさせていただきたいというふうに考えております。で、プランの概要としましては、まず基本理念をですね、第5次長野市総合計画にもあります幸せ実感都市長野の実現を目指した住まい住生活住環境の充実としまして、それを実現するための住宅施策の展開をしていく上で、4つのテーマを設定しております。1つ目のテーマは、誰もが安心して暮らせる住まい、住環境づくり。2つ目が、住宅セーフティーネットの充実による居住の安定確保。3つ目が、快適で良質な住まい、住環境づくり。4つ目が、地域の魅力を生かした住環境づくりでとなっております。で、また各テーマごとには重点施策も設定いたしまして、今後の長野市の住宅施策を進めてまいります。説明は以上でございます。はい、次に2番、長野市空き家等対策計画を決定しました。建築指導課空き家対策室から説明いたします。はい、建築総課空き家対策室の小林和夫と申します。よろしくお願いします。私からは2番の長野市空き家等対策計画の決定について、それから3番の長野市空き家管理事業者登録紹介制度の創設について、2つまとめてご説明をさせていただきます。それではまず長野市空き家等対策計画の決定について説明をさせていただきます。
はじめにはパワーポイント資料の1ページ目の地図でございますけれども、これは長野市が実施した空き家等実態調査結果から判明した、市内全域の空き家等数8063棟の位置を、建物の老朽化に伴う劣化等により色分けで反映したものでございます。2ページ目をご覧ください。市民意見等募集結果の概要です。1の、募集結果の概要では、募集期間は昨年11月10日から12月8日までの1ヶ月間とし、2の意見募集の結果は、提案者が4名、意見等の件数は6件ございました。3の計画案に対する意見、提案の対応でございますけれども、1の分野別ではご覧のとおりとなっております。2の対応別では、対応区分に計画案に盛り込まれており、計画案を修正しないが2件、対応区分3の修正しないが今後検討参考とするが1件、対応区分4の検討の結果、計画案に反映しないが2件、対応区分 5のその他状況説明が1件でございました。3ページをご覧ください。市民意見の趣旨とそれに対する計画への考え方です。まず1番として、本計画では古くて使えない空き家こそが、両米所が起こるきっかけであり、ポテンシャルであるという基本的な視点が抜けている。まずは空き家をそのままの状態で見ること、空き家を通してさまざまなことを検討していくプロセスをサポートしていくことを基本計画に盛り込んでいただきたいというご意見をいただきました。市の考え方としまして、基本方針の一つとして、移住定住や地域の活性化、町の魅力向上に向けた流通、利活用の促進を定め、利活用可能な空き家等を地域の有効な資源と捉え、市場流通や利活用の促進、地域の活性化、移住定住の促進、町の魅力向上につなげることとしております。いただいたご意見は、この基本方針に含まれているものと考えています。ということで、計画に盛り込み済みといたしました。次に2番、Iターン者の受け入れ施策について要望するというご意見に対しては、空き家バンク制度や中山間地域、空き家改修等補助金などを計画に盛り込んでいます。ということで、計画に盛り込み済みといたしました。4ページご覧ください。3番は、野良猫問題を解決するため、動物ボランティアに空き家を貸していただきたいというご意見でした。これに対する市の考え方は、動物愛護を目的とした多くの動物の飼育となりますと、地域や近隣との合意形成が必要となります。いただいたご意見は、今後の取り組みの参考ということで、参考または検討とさせていただきました。4番は、空き家を解体した後も固定資産税の住宅用地特例を継続してほしい。それから5番で、解体後に土地の固定資産税が上がる税制度を改正しない限り、空き家はなくならない。国はぜひ固定資産税の制度を改正すること、と、固定資産税に関するご意見でした。市の考え方として、空き家に限らず住宅を解体したことにより、固定資産税の住宅用地特例を除外された所有者との公平性が保てないため、空き家解体後の住宅用地特例の継続は考えていませんということで、計画に反映しないといたしました。6番目は、長沼地区に対する都市計画道路の整備、高齢者対応やバスの運行の充実などの交通路線の整備、企業誘致などの要望で、これに関しましてはご覧のとおり、実情説明とさせていただきました。市民意見等募集結果、本計画の修正はなしといたします。5ページをご覧ください。改めまして、長野市空き家等対策計画の概要です。計画期間は2018年度から2026年度までの9年間とし、対象地域は空き家が市内全域に分布していることから、長野市全域といたします。また、対象空き家等は、居住や使用されていない建築物で、住宅のほか、店舗や倉庫等を含むものとし、基本方針や対策の推進体制についてはご覧のとおりです。6ページをご覧ください。
空き家等対策の取り組み方針でございますけれども、全市的な取り組みとして、建物使用中から空き家となり、やがて管理不全な状態で除却せざるを得なくなったという、それぞれの状態に応じて発生の抑制から、跡地の活用までの5つの、取り組み方針を定めております。また全市的な取り組みとは別枠として、中山間地域に適した取り組みを行うとともに、保安面や環境面で周辺住民への影響が大きい空き家等の対策を優先的に取り組んでまいります。最後に7ページの今後のスケジュールをご覧ください。本日の記者会見、パブリックコメントの結果および計画について公表させていただき、来年度4月より計画をスタートしたいと考えております。今後は本計画に基づき、さまざまな施策を計画的に進めることで空き家等対策を推進してまいりたいと考えております。なお、パブリックコメントの内容と決定した計画内容につきましては、本日の4時から市のホームページで確認できるようにしておりますので、よろしくお願いします。続きまして、3番の長野市空き家管理事業者登録照会制度の創設についてご説明いたします。こちらもパワーポイントの資料で説明をさせていただきます。2ページ目ご覧ください。まず長野市の空き家の現状です。先ほどの計画と同様に、市内全域には空き家等は8063棟あり、その分布状況は左下の図の通りでございます。右のグラフでは、空き家等実態調査から判明した劣化状況として、現状のまま利用可能な A ランクと比較的小規模な修繕で利用可能な B ランクを合わせますと、全体の約9割、約7000棟となります。3ページをご覧ください。空き家等の所有者約3000人に対して行った意向調査結果です。今後の活用意向では、将来自分または家族で使う、子や孫などに活用を任せたい、このまま使用するなどの現状使用を希望される方が約 43% ございました。管理をする人の設問では、自分で管理が約 61% であるほか、管理面での困りごととして遠方に居住しているほか、年齢体力面で問題を抱え相談窓口を求めている方が約 57% ございました。また利活用での困りごとでは、家財の処分が最も多いという結果でございました。4ページご覧ください。平成28年度に実施したまちづくりアンケートの結果では、空き家の増加に伴う地域での懸念材料として、生活環境の悪化や防火防犯の不安などを抱えている方が約6割ございました。5ページをご覧ください。空き家管理に関する課題をまとめますと、空き家の所有者の多くが現状のまま管理することを考えてはいるものの、遠方に居住していたり、年齢体力的な問題で十分に管理できず、相談窓口を求めております。また利活用での困りごとでは、家財の整理が最も多く、次いでリフォームの必要性と続いております。次に、周辺住民の多くは生活環境の悪化や防火防犯の不安を抱えております。本市の課題としては、近年空き家管理ビジネスとしての事業者が増えてきておりますが、事業者の状況を把握できていないことや、周辺住民から空き家の対応を求められても所有者の特定に時間がかかることなどでございます。6ページをご覧ください。これらの課題を解決するため、空き家管理事業者登録照会制度を創設いたします。この制度には2つの仕組みがございます。まず1つ目の仕組みは、事業者の登録と照会です。制度の目的は、空き家管理事業者の把握と、空き家管理でお困りの所有者に対し、空き家事業者情報を提供することです。管理業務のイメージは、左下の図のように、外観調査や敷地内の清掃、除草、家財の処分などを想定しておりまして、右上の制度のイメージでは、このような管理業務を行うことができる事業者を市が登録し、空き家所有者から問い合わせがあった場合に、ホームページやパンフレットなどを通じて情報提供をいたします。
なお、事業者につきましては、本市に事業所があり、管理内容の広報や所有者に対する業務報告ができるなど、一定水準を満たす事業者を登録し、紹介してまいります。7ページをご覧ください。次に2つ目の仕組みとして、空き家管理情報の共有です。目的は、空き家の管理情報を長野市と地元自治体との、自治会との間で共有する仕組みを構築するとともに、緊急時に空き家管理者に対し連絡できる体制を整備するものです。左下の制度のイメージをご覧ください。まず、空き家の場所や連絡先、管理内容などの管理情報の提供について、空き家所有者の同意を得ます。その情報を地元自治会に提供することで、空き家に緊急事態があった場合、連絡できる体制を整備するものです。なお、それぞれの自治会において、緊急連絡に使用するために、空き家の管理情報を知りたいという要望があった場合には、市が消費者に対し働きかけを行い、情報提供の協力をお願いしてまいりたいと考えております。最後に8ページをご覧ください。空き家管理事業者の募集の開始のお知らせです。空き家管理にお困りの消費者に対し、専門の管理事業者を紹介するため、市に登録を希望される市内の空き家管理事業者を募集いたします。1の登録できる管理事業者の要件として、本市に事業所を有する管理事業者、または自治組織等としており、その他についてはご覧のとおりです。2の空き家の管理業務については、外観調査や家屋の通風など、記載のとおりですけれども、ここに書かれていない業務で、空き家管理に必要な業務を行う場合には、ご提案いただくこととしております。3の事業者の申請および登録は、3月1日より建築指導課空き家対策にて行います。この空き家管理事業者の募集の概要につきましては、A4 版の資料の裏面に内容を記載しておりますので、よろしくお願いしたいと思います。この長野市空き家管理事業者登録紹介制度につきましても、本日の4時からホームページで制度の内容および事業者の募集の概要についてお知らせをしてまいりますので、よろしくお願いしたいと思います。説明は以上です。はい。説明項目は以上3件でした。それではご質問に入りたいと思います。